お仏間の修理リフォームいたします金箔が吹いても剥げない国産物仏壇お物壇の販売が転職永田後期でございます2019年2月の7日木曜日今朝5時53分朝動画でございますあの実はですね昨日ですねお客様からお電話をいただきまして お客さん、仏屋さんって仏間のとの修理、仏間ですね、仏間のとの修理できますかと、あいいですよということであの、すぐ営業部長がお伺いいたしました、あのこれです,、ねまあ、そうですね、写真を先見ていただくと分かりやすいかな、えー、とこちらがですね、まず、ビフォーですねあのここ見かるの、ここが外れてますよね、やっぱりこれ、地震で外れたままだそうなんですよ。 であの明日法酬のあっという間ってんちうことでお電話いただいて、ですあ、ね、いいですよと、でうちの営業部長がそれからまだホームセンターの方にですね金具を買いに行ってですね綺麗にいたしました、両方とも結局、ですね営業部長に言わせるとです、ね、どっちも金具は交換してないかなったそうでございます、ででもうこれですねお代金はですねもう本当実費だけいただいております、あのもう当然、ですねもうこういうのはもうアフターサービスの1つですから。 あのちなみにこのお客さんよそから買ってらっしゃるんですけどね、はい、はい、であの,おの扉、ふすまですね、こう修理、張り替えもいたしますね、リフォームいたしますという形でございます、で金具交換ですね、で、えー、法事の前でもですね言っていただければ、ですねもうなるべくもう当日、よしもしくは翌日にはお伺いいたします。で 当店はお客様のお困りごと解決仏壇店ですね。で何で言うてください、大手にできないですね、決めの細かいサービスが自慢でございます。で、えー、他店購入でも喜んでという形ですね。はい、で、あの、実はですね、もちろんお仏壇のリフォームもいたします。あの今日実はですね あの昨日お電話いただきましてニュースレターをずっと送っているお客様からですねちょっと仏壇のリフォームーということで今日朝から朝一番にですね訪問させていただきますはいまあ何でもですねあの言っていただければ幸いでございますはいではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました心よりお礼を申し上げます皆様の開運ごあってん心よりお祈り申し上げます